乾杯。乾杯。いやこの街も変わんねえな。おめえまだカリスマ美容師やってんのけ。今時カリスマ美容師なんて誰も言わねえよ。お前なまりすぎじゃない。こっちで暮らしてるとこんなもんだよ。おめえなまりでねえな。もうなまりなんて忘れちゃったよ。東京人だからさ、お前みたいに田舎に残ったやつとは違うんだよ。おめえかっけえな。相変わらずおしゃれだし。お前がダサすぎるんだよな。もうこういうのはもういいから、そういう話はやめようぜ。おめえはすげえよ。それに比べて俺はなんか最近いろいろあってよく眠れねえんだよ。なんかあった？なんか来年の大河ドラマの主人公の家におらの家が決まったんだって。大河ドラマ？なんかそのせいで聖地巡礼って朝から晩まで人が来んだよ。聖地巡礼？こないだプロデューサーって人が来て、うちを1年間撮影で使うからって5000万置いてった。5000万？おらこんな人生嫌だ。羨ましいわ。お前の話さっきから羨ましいわ。東京でカリスマ美容師やってばよっぽど羨ましいべ。アシスタントです言ってなかったけど、俺検定落ちまくってるから未だにシャンプーしかさせてもらってないんだカリスマアシスタントとかねえよそんなことはなんで東京に出てった俺よりもさ、田舎に残ったお前の方が成功してんの。俺今日青春18切符で帰ってきてるから。またんだよ。なんだよ。なんか東京で流れてる CM にオランジの犬が出てるからってこの人に会いに来た。孫正義。いやソフトバンクの社長じゃねえか。え、あの犬お前につないでたの？白いやつ。この間は六本木ヒルズとかっていうところでパーティーに参加してきた。六本木ヒルズ？わざわざ東京まで行って上戸彩って人に会ったのに大したことなかったな。羨ましいわ俺上戸彩に会いたくて上京したのに、まだギャル曽根にしか会ってないんですけど。え、お前そのダサい格好で行ってきたわけじゃないよね。孫さんがアルマーニのシャツだってくれたけど、やっぱ俺アルマーニなんかいこれ俺ユニクロ、俺勝ち組じゃんお前。あ、そうだ、俺はおめえに大事な相談だよ。相談？今度母ちゃんが東京行くためにプライベートジェット買いてって言ってたから、おめえどうも。もう変わってどうもありがとうございました。